はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の点と直線丸2をお送りします。で、前回から新しい章が始まったので、まあ、その続きですね。で、今回はまあ2点間の距離、同じような前回とね似たようなのやっていくんですけど、 XY 座標こうなってます。で、内分外分もやるっていう話を多分ね前回してるんですけど、それ入んなかったんで、それ次回やるからね。ひとまずまあ2点間の距離と、まあ、三角形のね、どんな三角形という問題をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、で、確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回もまず2点間の距離、つまりまあこことここの距離を求めるっていう問題なんですけど、まあ、前回と違くて、X 座標、Y 座標が両方入ってるので、前回数直線だったんだよね。数直線でこことここいくつ離れてんのっていう感じだったんだけど、今回は、まあ、こういう風にね、XY が、まあ、X 座標ね、X 軸、Y 軸があった状態で、1のマイナス1。だから、まあ、この辺かなに A があると。で、5の2なんで、ちょっと狭くなったけど、ここでいくか。ここに B があると。で、ここの斜めの状態。この長さ、まあ、この距離だね、を出してくれというふうにやってます。だから前回みたいに測ることはできないね。さすがに数えることもきついので。で、まず、やり方を覚えちゃうのが楽かなと思います。2点間の距離に関してはね。で、どうやるかっていうと、まず、AB でしょ？求めたいもの。イコール、長いルート書きます。で、やることは、B から A を引き算します。これ A から B でも構わないんですけど、まあ一応 B から A で。で、B から A の、まず X 座標から引いてください。つまり、5-1 です。5-1。で、4でしょ？で、それを2乗する。で、足す。同じく B から A の Y 座標を引きます、今度。2-1 ですね。つまり3になると。で、それも2乗するの。で、あとこれ計算するだけです。で、中身計算すると、16と9なんで足してルート25。で、ルート25は5と同じだから、これが答えという風になります。いいかな？なのでやることは、X 座標を引いて2乗、足す Y 座標を引いて2乗、それにルートをつければいいと。で、一応ね、なんでこれで求められるかっていうと、もともとこれのね、まあ、こっちにしようか。ここに直角三角形こうやって作るでしょ。縦に P、横に P って引いてね。で、ここまあ C としとこうか。そうすると、その直角三角形でね、三平方の定理を使ってるだけなんだけど、まず斜辺だから、AB の、これあれだ、ちょっとこれね、黒にしよう。ちょっとお待ちください。AB の2乗でしょ？イコール、どっちにしようか。じゃあ横にしようか。AC の2乗プラス BC の2乗と。これまあ三平方の定理。まあそのまんまなんだよね。で、今、まず AC の2乗って何かっていうと、横の長さでしょ。これって B の X 座標から A の X、かんだ、X 座標を引いた分が横の長さになります。つまりこれ、今。X 座標引いてるでしょ。それの2乗なの。で、BC の2乗っていうのは縦なんで、B の Y 座標から A の Y 座標の分を引いたのが BC になります。だから今これ3ね、引いたから。で、それを2乗してると。で、なんでルートがついてるかっていうと、これは AB、ここの2乗がもう外れてるので、これを外して、今度ちょっとね、まあ、突き抜けるか。こうなってると。いいかな。まあ、だからこれで求められるよっていう感じです。根本にあるのはね。ただまあやり方覚えとけばいいかなっていう感じもしますけど。よし、じゃあ行きましょう。次ですね。まあ次はもう書かずにそのまま行きます。で、AB。で、まあ長いルート書いておいて、で、まず B から A を、ね、X 座標を引くと、マイナス3引くマイナス4なんで1か。1の2乗プラス、これからこれ引くと7なので2乗して49。で、ルート50になるから、5ルート2か。で、これで終了と。まあ、こんな感じでね、ぜひやってください。
で、次が3点書いてあって、まあ、マイナス1の3と1のマイナス3とマイナス3のマイナス1と。で、この3点を頂点とする。三角形 ABC がどんな三角形が求めようと。でも大体どんな三角形って聞かれたら、まあ、直角三角形かどうか、あとは二等辺三角形かどうかと。まあ、この辺チェックするだけで OK ですね。まあ、正三角形もたまに出てきますけど、そんな見ないかな。じゃあ、いきますね。で、これどうするかっていうと、今、二点間の距離求めることがもうできるので、AB の長さ、AC の長さ、BC の長さ、三つ全部長さ出しに行きます。これ使ってね。で、ちょっとまあめんどくさいんですけど、AB から行きましょう。で、AB が、ルート、まあ引こうか。2の2乗。で、これ引くと、マイナス6の2乗になるから、6の36。ちゃんとかこう書こうか。マイナス6の2乗と。で、ルート40だね。で、これちょっと直しても構わないんですが、ちょっとこのまま置いときます。後でね、使うので、このまま。で、次が、じゃあ BC にしよっか。BC イコールルート、ここなので、引いてマイナス4の2乗。で、引いて2の2乗か。プラス。で、ルート20。で、最後、CA。で、こことここなんで、まあ、こっちからこっち引こうか。で、引くと、マイナス2の2乗。引くと、マイナス4の2乗か。で、ルート20になると。で、こうなったので、まあ、全部直してないけどね、意図的に。直してないんですが、まず、BC と CA が同じ長さになるのがわかります。ルート20、ルート20だからね。あ、じゃあ二等辺かっていう。で、もう一個直角三角形かどうかをチェックします。で、これはですね、今、中身が40、20、20になってるでしょ。この2個足すと、この40になるじゃんか。つまり、これね、BC イコール、まあ、書き方いろいろあると思うんだけど、CA イコール、ルート20でここはちゃんと書こうか。出そうね。2ルート5にしとこうか。2ルート5。かつ、ここで大事で、AB の2乗イコール BC の2乗プラス CA の2乗が成り立つのでとかって書いてみようかね。で、これどういうことかっていうと、これ AB の2乗します。そうすると2乗なんでルート外れるから40でしょ。同じく2乗すると20、2乗すると20です。だから40イコール20たす20って成り立つでしょ。2乗イコール2乗たす2乗が成り立つってこれだよね、もろに。まあ三平方、まあ消しちゃったけどね、2乗はね。だから、これ AB が、どっちにしようか、まあ準備か。AB。これが斜辺の状態で、ここが直角三角形になってるんです。三平方が成り立ってるから。で、しかも、C だね。BC イコール CA。こことここが同じって分かってるから、つまり、BC イコール、どうしようかな、書き方。BC イコール、あ、三角形 ABC は書いてなかったね。三角形 ABC は BC イコール CA の直角二等辺三角形、ごめんしていくよ、三角形であると。まあ、これが答えになります。いいかな、まあ、ここはね、BC イコール CA、なんだろう、文字の順番とかいいと思うので、まあ、こんな感じで答えていいかなと思います。では、今回は高校数学数2の点と直線丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、次回はちょっとね、最初にも話をしたんですが、この XY 座標の内分点、外分点、そして三角形の重心をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。